イタリア放送協会は、イタリアのラテ県営公共放送局である。歴史は、ラジオ放送局、URI として開局した1924年に遡る。テレビ放送の開始日は1954年1月3日。名称は後にラジオアウジジオにイタリアーネを経て、現名となる。テレビ3チャンネルとラジオ3チャンネルを持つ。運営収入は、 国民からの受信料と広告収入からなる。ガスパリ法により、分割民営化されることになっていたが、シルビオベルルスコーニの率いる民間放送局グループ、メディアセットに有利だという反発を内外で招き、法案は成立していない。2006年のトリノオリンピックでは、ホスト局内で中心的役割を果たし、自転車レースのジロでイタリアも放送されている。 バレーボール世界選手権の国内独占放映権を持ち、いずれも自国開催となった2010年男子世界選手権、2014年女子世界選手権でもホスト局を務めた。以前は NHKBS1 にてニュース番組 TG1 e が放送されていたが、2014年4月の時点では放送されていない。その他の視聴法としてはウェブサイトから、 ニュースチャンネルのライブ放送を視聴できるほか、通信衛星からの放送電波を受信する方法があるが、受信は困難である。また、ライプレイを利用する方法もあるが、イタリア国内からしか視聴できないため、VPN の偽装が必要である。ありがとうございます。